はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は専従者給与について。家族に出す給料って経費にできるの？一体いくらが正解なの？またメリットって何？そんな疑問にお答えする動画になっております。私はオンラインサロンを運営していたり、インスタグラム、ツイッター、TikTok もやってますので、ぜひそちらの方も合わせてチェックしてみてください。それでは早速本日の動画の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の動画、専従者給与いくらが正解について解説していきます。まずは本日の内容の目次から。まず専従者給与について解説します。そしてこの制度を使うメリットについて、いくら出すのが正解なのかについて解説します。そしてここ一番重要ですのでね、最後の方まで見ていただきたいんですけど、気をつけるべき重要な注意点、ルールがありますので、こちらの方必ずチェックするようにしてください。そして最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、まず専従者給与とはどういうものかを解説しますね。家族に対して支払う給与を経費にできる、これが専従者給与と呼ばれるものです。この専従者給与を出すことによって節税につながります。専従者給与という勘定科目を使って経費に上げることができるんです。専従者給与にはルール、条件があります。この条件に該当しないと専従者給与としてのルール違反になって該当しなくなりますので、こちらは必ず押さえるようにしてください。では順番に紹介していきます。1つ目、生計をいつにしている配偶者その他親族に対して払う給与が経費にできるよということです。この生計をいつにしているっていう言葉は結構ね、この税金経理の世界ではよく出てくる言葉なんですけど、どういうことかと簡単に説明しますと、要は家族として一緒に生活をしていて財布が同じということです。要は生活費の面倒を見ているとか、家計が独立しているしていないで生計を一緒、いつにしているのかしていないのかっていう判断をすることになります。これは例えば自分のご両親に別居していても生活費を仕送りしているってなると、生活はいつにしているということができます。要はお財布が同じ、要は家計が独立しているかしてないかを判断基準にしていただけるとちょっと分かりやすくなるんじゃないかなと思います。そして2つ目、15歳以上であることです。これはその年の12月31日の現在の状態で15歳以上であるかどうかを判断します。そしてこれ3つ目がこれポイントなんですけど、その年を通じて6ヶ月を超える期間を専従している、要は家族のその仕事を手伝っている期間がその年を通じて6ヶ月を超えていないといけないということです。配偶者の方が例えばパートに出ているとか正社員として働いているって場合は、6ヶ月以上を超えて期間専従しているっていうのは言えない場合には、この専従者給与には該当しませんのでお気をつけください。そしてもう一つ最後のポイントです。控除対象配偶者じゃないこと、もしくは扶養親族ではないってことがこの条件の4つ目になります。どういうことかと言いますと、また後ほども解説するんですけど、専従者給与と配偶者控除っていうのはダブルで使うことはできないんですね。専従者給与を使ったら配偶者控除はできませんし、配偶者控除を使っている場合は専従者給与っていうのを申請して使うことができません。どちらかを選ぶことになりますので、そちらの方を頭に入れておいてください。条件はこの4つのポイントになりますので、確実にここはきちんと確認してから使うようにしてください。それでは専従者給与を使うと一体どんなメリットがあるのについて解説していきます。まず1つ目のメリットは、経費にできるので節税となります。先ほど言ったように専従者給与として勘定科目を使って経費に上げることができるんですね。ですので給料として家族に出しているにもかかわらず専従者給与を使うと、その分経費が増えますので利益が圧縮されて税金額も圧縮されるというイメージです。ですので節税の中の一つの方法として税理士や税務署でもおすすめをしている方法になります。そして2つ目です。基本的に金額は自由に設定して OK です。ただし1つ注意ポイントです。白色申告をしている方は専従者給与の上限は86万円になってますので、こちら気をつけてください。そして青色の場合は一応上限なしとなってます。ですから青色がいいですよっていうメリットの一つになります。白色のように上限額があるよりはやはりね、上限ない方が青色申告をして選んでいることで専従者給与を経費にできる、白色に比べてより多く経費にできるということで、やはり青色申告、白よりは青の方がお得だよねっていう一つの要因
因がここにもあります。そして3つ目です。人を雇うことで生じる悩みが軽減されます。これね、普通に正社員ね、もうそもそも最初から雇うようなビジネスサイズの方はいいんですけど、オーナー一人で家族経営をしているような場合ですと、人を雇うことで生じる悩みが先就者給与という形でね、自分の配偶者や親戚に手伝ってもらうことで悩みが軽減されるっていうことがあります。今日はどういうことかと言いますと、雇用手続きやその他公的機関に出すいろいろな書類が発生するんですけども、外部でね、人をね、スタッフとして正社員やアルバイトとして雇うよりは手間が軽減されますよということですね。全く手間がかからないというわけではないので、そこだけはご注意ください。そして辞めるリスクが低いです。やはりね、どこかからね、お願いして人を雇うってなると辞めるリスクは高いですし、もしかしてね、せっかく仕事を覚えたばかりなのに辞めてしまうっていう話もよく聞くと思うんですけど、先住者給与の場合は基本的に家族親族ですので、辞めるリスクがぐっと下がります。配偶者の方が辞める場合って、まあよほどね、他の外にね、正社員として働きに行くことになった場合とか、もしくはそもそもまあ家族として生きていくことを辞めたっていうような場合ね、ならないと、なかなかね、辞めるってことならないと思いますので、この辞めるリスクが低いっていうのも先住者給与を使うメリットではないでしょうか。そして4つ目、配偶者のやる気が出ます。これね、配偶者とか親族で給料を出さないでやっていると、やはり皆さんちょっと気がめいってきてしまって、なんか手伝うだけ、ボランティアになって無料奉仕、もうどこまで忙しくてもね、何にも自分にはその対価としてもらえないっていう風になるんですけど、先住者給与を払うことで、そのビジネス側は経費として計上できて節税につながりますし、このね、配偶者手伝ってる方もやはりね、金額として形として報酬という形で受け取れますので、まあ、手伝うね、威力が上がったとかね、あ、これ今まで頑張ってちょっとね、企業当初軌道に乗るまでは無料でやっていたけども、やはりちょっと形としてでもいいのでお金が出ると、配偶者のやる気が出るようです。そうするとね、今まではね、ちょっとね、不満なところとか出てたところが、金額をもらうということでお互いスムーズに仕事が行くようになるようです。それでは次に気になるのは、多分皆さん、じゃあ先住者給与っていくら出すのが正解なのっていう風な疑問が思うと思うので、次のスライドでこれを紹介します。いくらが正解なのか、これはまず1つ目の視点なんですけど、源泉所得税の視点から考える必要があります。要は源泉所得税っていうのがあるんですけど、これは会社員とかね、アルバイトでもそうなんですけど、したことあると思うんですけど、給料もらうとき何か引かれてもらってる、給料振り込まれてたっていう経験はないでしょうか。これは簡単にざっくり説明しますと、月額のね、お金、もらうお金が8万8千を超えると、この源泉所得税を差し引いて払わなければいけないっていうルールなんですね。そうすると、差し引いて払う手間を考えるのと、あと納付の手間があるんですね。少人数制だと、この納付に特例が使えて、本来だったら毎月納付しないといけない源泉所得税を年2回にまとめて払っても OK ですよっていうルールがあります。で、8万8千を超えてしまうと、源泉所得税を引かないといけないので、それを差し引いて給料を払うという手間と、あと納付を、ね、年2回といえどしなければいけないという手間が発生します。ここをまず1つ目のポイントとして考えます。そして2つ目のポイントとしては、所得税や住民税の視点を入れて考えるということが重要です。要はもらう側がいくらもらうかによって所得税や住民税が発生してくる可能性があるということです。ではその線を超えるラインを紹介したいと思います。93万円から100万円ほど先住者給与を出した場合は、このラインを超えてしまうと住民税がかかることになります。これ多少住んでいる地域によって、市区町村によってルールが違うため地域差があるんですけど、だいたいこのラインだと思ってください。このラインを超えると住民税がかかってくるというのが一つのポイントですね。次に103万円を超えると所得税がかかってくる可能性があります。これはもちろんその方の控除内容、生命保険入ってるかとか、いでこやってるとか、扶養があるないによってまた変わってくるんですけど、基本的にこの103万円を超えてくると所得税がかかってくる可能性があります。ちょっと話戻りますけど、この源泉所得税の8万8000を超えると源泉を差し引いて払う必要があるって言ったんですけど、それについて少しね、資料で解説していきたいと思います。多分皆さんね、一体どういうことなんだろうと思っている方いると思うので、資料を見てね、解説したいと思います。この源泉所得税なんですけど、こういう表があります。この
源泉徴収税額表というのがありまして、これを見ると金額がいくら引くのかっていうルールが一覧表になって書いてある表があるんですね。でこれを見ていただくと0000ってなってるんですけど、ここで源泉所得税は8万8000円未満の場合は0でいいですよというふうになっております。この8万8000円を超えて先住者給与、アルバイトでも一緒なんですが、払うと源泉所得税をこれだけ引いて払ってくださいねっていうようなルールになってるんですね。例えば9万円から9万1000円の場合は230円を引くというようなルールになってます。月額表の見方ではこのね、項の欄とかオツの欄とかまた詳しい解説あるんですけど、今日はね、今回はこの動画でここがメインではないので、さらっとね飛ばして8万8000円未満の場合は0円なんだなっていうことが分かればいいと思います。でスライドを戻ると、先ほど見た資料からこの8万8000円を超えると源泉所得税を引く、この手間と納付の手間がかかりますよっていうのはそういう意味です。はい、それでは次にね、いくらが正解なのかについていよいよ解説していきたいと思います。ここが結論になります。一番多い金額は一体いくら、毎月8万円から8万5000円が先住者給与としては多い金額になっています。これはどうしてかと言いますと、先ほど言ったように説明ね、今まで先ほどの資料でも説明した通り、源泉の手間がないってことですね。そうすると年間96万円から102万円になります。この分が先住者給与として経費に乗せることができます。結構大きいですよね。この金額だと先ほど言ったように源泉の手間もなく、また住民税や所得税がかかるというような心配もない、安全圏といえば分かりやすいですかね、な金額なので、一番比較的にこの金額あたりが多いっていう風に見ていても思います。逆に月3万円くらいだと、3万円かける12なので、年間36万円先住者給与で払って経費にする方がっていうなると、3万円程度だと配偶者控除の方が有利になる場合があります。これはね、どっちの方がね節税になるかっていうのはその人ケースバイケースになりますので、ここでね絶対にこっちっていうふうには答えは言えないんですけど、まあ月3万円もしくはそれ以下でしたら、配偶者控除を使った方が先住者給与として2、3万払うよりは有利になる方が多いということです。ここはね、ご自分がね先住者給与を使う方が節税につながるのか、配偶者控除の方がいいのかっていうのは、この毎月の金額いくら出すかによって、またはねその方の申告書の状態によって変わってきますので、一度しっかりとね見比べて比較をして決めてください。そして次に多いのが、2番目に多い金額は10万円から15万円程度先住者給与を設定する事業者さんが多いです。この場合はもう所得税も払ってもいいし、住民税も払ってもいいよっていう方ですね。その代わり10万円から15万円、月15万円かける12ヶ月分を経費に乗せることができるので、こっちのにする方が自分はお得だなと思う方は、この手間をね考えても、もう少し先住者給与を8万8000円を超えて払おうというような価値観の方が多いです。そしてこれを上げるとね、所得税と住民税も払うことになる可能性が高くなるんですけども、国民健康保険も連動して上がるので、ここだけは注意しておいてください。もし国民健康保険をお住まいの市区町村ではなくてね、業種の組合がある場合があります。でその組合によっては上限額が決まっていて、この国民健康保険の上限額が決まっているっていう場合があるんですね。そういう方は先住者給与を特に上げてもらっても、国民健康保険の上限額以上保険金額が上がるってことがなくなるので、そのあたりはね、組合がある方は上限あまり気にせずに上げてもらってもいいんじゃないかと思います。でもこれもご自分が入っている組合の中によってルールがありますので、必ずその大元にね確認するようにしてください。そしてお得な部分としては、やはり先住者給与は全額ね経費になりますので、その分節税につながるのお得になりますよということです。で最後に重要ポイントなんですけど、先住者給与を使うにはルールがあるので、そちらを解説します。まず一つ目の重要ルール、事前に届け出が必要です。今年やはり先住者給与出そうというふうに言ってはできませんので、気をつけてください。じゃあどんな書類を出せばいいんですかっていうと、青色事業先住者給与に関する届け書とかを税務署の方に提出する必要があります。そしてこれ提出期限があるので要注意です。その年の確定申告の締め切り3月15日までに出すと、その次の年から先住者給与が払えますよっていうルールになってます。なので事前に出さないと先住者給与というのは使えませんので、お気をつけください。そして開業が1月16日以後にもし開業した場合ですね、開業から2ヶ月以内にこの届出書をするという締め切り日が変わりますので、そこ必ずチェックして提出期限を逃さないようにしてください。そしてもう2つポイントがあります。
申請した金額は超えないようにしてください。どういうことかと言いますと、この届書に月いくらあなたは専従者給与を払いますかって記入する欄があるんですね。例えばじゃあ月10万円にしましたってなったら、その10万円以内で払わないといけないので、その金額を超えて払うことはできないっていうルールなんですね。なので10万円で申請して、やっぱり今月ちょっとね、今年儲かってきたから15万円に変えようっていうことはできません。申請した金額以上にならないように注意してください。もし変更した場合は再度変更の申請をしてください。この届書のところにね、もう一つ同じように欄がありまして、変更届でしょっていうふうに丸をつけば変更届になるんですけど、金額をね増やしたい場合は再度変更の申請をする必要があります。お気をつけください。ここでねポイントなんですけど、申請して例えば30万円でね専従者給与を申請した届出書最初出したとします。申請した金額内で払うのは OK なんです。例えば30万円で出して、いつもね月20万円出してるんだけど、ちょっと業績が良くなくなったから10万円に下げたい、それは OK なんです。30万円で届出を出しているのに40万円にする、50万円にするって増やすことはできませんと。増やす場合には再度変更の申請が必要になるというふうに覚えておいてください。ですのでポイントとしては、届出を出すときに少し出そうと思っている金額より多めの金額を書いておくと安心だと思います。そしてもう一つ、3つ目のポイントなんですけど、配偶者控除とダブル併用は不可ですので、ここは必ず気をつけてくださいね。専従者給与の方で節税しといて、またさらに配偶者控除というのはできませんので、ここだけは必ずダブルにならないようにチェックをお願いします。まとめです。専従者給与は事前に届出が必要です。今年やろうでは間に合わなくて、事前に申請しなければできないというルールがありますので、そこはお気をつけください。まあ、どのね節税やね税金対策も一緒なんですけど、じゃあ今日やろうって言ってできるものって経費を使うぐらいしかないので、やはりね節税というのは普段から経理をきちんとしていて、まあ、数字を把握している、来年はこうなりそうだからっていうふうに予測して前もって対策していくものなので、今年やろうでは間に合わなく届出が必要になりますので、お気をつけください。そして2つ目、今ね動画で解説したようにね、要件ルールあると思います。あと金額に注意です。このルールに該当しないと税務調査が入った場合には経費が跳ねられるってことになりますので、きちんとルールと要件を確認してよく理解してからするようにしてください。こちらですね、ルールがあるため要注意ですってことです。そして3つ目のポイントです。配偶者控除とダブルにしないってことですね。これは確実にね指摘される事項ですので、専従者給与と配偶者控除両方を使ってるとか、配偶者控除とはダブルにしないでください。確定申告の時にね両方ダブってないか、ちゃんときちんとどちらかだけになっているかっていうのは確認してください。はい、本日の動画の内容は以上になります。ぜひねこういう自営業フリーランス向けに役に立つ情報を動画で出しますので、チャンネル登録よろしくお願いします。その他私はインスタグラム、ツイッター、TikTok もしてます。インスタグラムはフォロワーが 1.1 万人になって、 TikTok の方はね 5.7 万人になってますので、ぜひチェックの方お願いします。概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひクリックしてみて、どんなもんかなって覗いてくれると嬉しいです。あとチャンネル登録と合わせてコメントや高評価ボタンしていただけると励みになりますので、ぜひお願いします。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあって、1つ目、オンライン上で質問相談が OK です。要はオンラインで税理士を雇って味方につけようということです。2つ目のメリットは、サロンズームを定期的に開催しています。ズーム上で私に直接質問できたり相談できたり、あとねメンバー同士のね異業種交換ということで情報交換できるということで好評です。そして3つ目、税理士の裏側をサロンでは公開しています。私が今どんなことを考えてビジネスをしているのか、 SNS の集客はどうやっているのか、 YouTube や TikTok の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに今情報を投げてますので、ぜひ気になる方は詳しくは概要欄の URL からクリックしてみて飛んでみてください。入会お待ちしてます。Facebook の非公開グループで運営をしています。はい、そしてもう一つお知らせです。私は本を出版します。2022年の1月に出版予定なんですけど、 Q&A 形式でね、自営業やフリーランス向けに必要であるね経理の基礎知識、もしくはさっきのね届出のね提出期限などなどね、知っておかないといけないよ、まずいよねっていうところをギュッと詰め込んだ内容になってます。今ね原稿が戻ってきてゲラチェック中です。ぜひ年明け出版しますので、また Amazon 予約など始まったらこちらの方でお知らせしますので、ぜひぜひ合わせてよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画は内容以上になります。いつも最後まで見てくださってる方ありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。